関ジャニ、村上信五、35、と、ブラックマヨネーズの小杉隆一、44、吉田隆、44によるトークバラエティ、関ジャニ村上とブラマヨが、おもてなしさせていただきます。富士系、3日午後2時30分イコール全国ネットが2日、発表され、小杉が、宝塚メイクに挑戦している。番組は、カンテレ、大阪市の人気バラエティ、村上マヨネーズの突っ込ませていただきます。の新春特番。ゲスト総勢15人を、3人が、おもてなししながら、トークを展開した。藤あや子、56、坂本冬美、50、とは、家飲み設定で、鍋を囲みながら、赤裸々トーク。続いて、一路真紀、52、瀬名純、43、と、昨年11月に対談したばかりの元中組トップ、朝霞、マナと、33の3人が揃って登場した。華やかな雰囲気に村上は正月感がすごいと興奮。3人の元トップは宝塚音楽学校での生活から禁断の宝ジェンヌの金銭事情にまで言及。小杉に宝塚メイクも伝授した。メイク姿を披露した小杉は気持ちがガンガン上がりましたと大喜びで、吉田から芸名は？と聞かれると薄風なんですと返し、一同大爆笑。小杉は宝塚メイクのまま、正月太り解消のエクササイズに臨んだ。収録後、村上は、お正月感の感じられるぜ、痛くな収録。見応えのある内容になったと思います。吉田も、おもてなし感は、100点。完璧でしたね。みんなゲストはニコニコしてましたしと満足そうに振り返った。ただ二人とは別の動きになった小杉は、いつも一緒にやってるんですけど今回ほとんど一緒にやってなかったんで、ぜひ小杉のいる場所に注目してくださいと訴えていた。